乗り場に上り列車が参ります。危険ですから線の内側へお下がりください。
今日も動画をご視聴いただきありがとうございます。あなたのために心を込めて動画を作りました。こんばんは、としあきです。今日の動画はアンパンマン特急とアンパンマントロッコ号の動画、坂出駅の16時30分頃からのアンパンマンタイムの動画です。と言ってアンパンマンタイムっていうそういう何かがイベントがあるとかっていうわけでは全くないんですけれどもね、はい、私が勝手にアンパンマンタイムとつけたんですけれども、これなんでこういう風につけたかっていうと、実はね、これはアンパンマントロッコ号が走る、日に限りますけれども、主に土日ですね、はい、に限りますけれども、アンパンマントロッコ3号が、到着して、でその後すぐにアンパンマン特急ですね、はい、伊勢路号のアンパンマン特急が到着して発車するという2本連続してアンパンマンが来るので、こういう風に勝手に私が名付けたんですけれども、はい、そうですね、アンパンマントロッコ号は何回か動画にはしてますけれども、瀬戸大橋 の、 上でトロッコの方に乗れるので、多分ね、地味に前も言ったかな、伏線区間でトロッコに乗れるっていうのはあんまりないんじゃないかなと思いますね。トロッコって、まあ危ないっちゃ危ないので、だいたい単線区間でやってるイメージがねありますけれども、アンパンマントロッコ号は伏線区間でトロッコに乗れますね、うん、で私実はねアンパンマントロッコ号は乗ったことないんですけれど、これの前身の瀬戸大橋トロッコ号だったかな、それには乗ったことがあるので、その時も本当に風がきつかった思い出があるので、乗られる方ね、帽子は気をつけた方がいいですね、はい。で、その後アンパンマン特急ですね、こちらも別にそんな言うても普通の8000系のねアンパンマン特急ですけれども、はい、3両編成ですね。で、アンパンマントロッコ号とアンパンマン特急、実は鴨川駅で、アンパンマントロッコ号がアンパンマン特急を退避するので2本並びます。まあ、並ぶって言ってもアンパンマン特急が猛スピードで通過していくんで、まあ、並ぶっていうイメージではないですけれども、まあでもね、2つ並ぶので、ここもまたね撮影に行けたらいいかなとは思うんですけれど、なかなかちょっとねアンパンマントロッコ号土日しか走ってないとかねいうこともあって、であと冬の間は運休しますしね、うん、なかなかね地味に撮影が行きづらいんですけれども、ではそうですね、今回はこの後のエンディングで先ほども言いました、私一回アンパンマントロッコ号の前身の瀬戸大橋トロッコ号に乗ったことがあるんですけれど、こちらの前面展望動画ですね、それが、実は YouTube に私載せてますので、そちらの動画ちょっと古いですけれども、なので画質もちょっと悪いですけれども、そちらの動画を、上げておきますので、よかったらそちらもご覧ください。かなり多分今となっては貴重かなそんな気がします。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、動画の評価、コメントも書いてくれると嬉しいです。ではまた次の動画をお楽しみください。